今回は累計150億円の資金調達を実施している脱炭素スタートアップの幹部候補ポジションのご案内です。日本を代表する脱炭素領域のスタートアップの一社になるのではないかと期待されます。皆さんこんにちは、グリーンタレントハブの井口です。これは視聴者の皆様にお伝えしたいという案件をご紹介するおすすめ求人シリーズ。今回は累計150億円の資金調達を実施している脱炭素スタートアップの幹部候補ポジションのご案内です。この会社は脱炭素領域の中では大変著名なスタートアップです。なぜ著名かと言いますと、会社設立後まだ数年しか経っていないにもかかわらず、累計の資金調達額が150億円を突破し、また主力製品はまだ販売されていないにもかかわらず、その予約受注額は数百億円を突破している超成長企業だからです。チームとしてはプロダクト開発がネイティブの方を中心に構成されている一方で、それ以外の部門では関連する業界のトップタレントが結集し始めている状況です。事業のユニークな点としては、独自のサプライチェーンにあると考えています。従来日本のメーカーは自動車産業に代表されるように、複雑多岐にわたるサプライチェーンを通じて顧客であるエンドユーザーに製品が届けられることが一般的でした。しかしこの会社はメーカーとして自社工場を建設し、自社の主力商品を製造販売しつつ、複数のプロダクトサービスをトータルソリューションとして組み合わせて提供することにあります。そのため圧倒的なコストメリットと付加価値を顧客に提供することができつつあるのです。今回の募集ポジションは急成長スタートアップであることもあり、多岐にわたります。一例を挙げると、事業開発マネージャー、これは複数部署ですね、ファイナンスマネージャー、インフラ関連のプロジェクトマネージャー、カスタマーサクセスマネージャー、プロダクトマネージャー、人事企画マネージャー、総務マネージャー、サプライチェーンマネジメントのマネージャー、営業企画、販売促進のマネージャー、そしてエネルギー事業企画のマネージャーなどなど、幅広いポジションで幹部候補を探されています。年収レンジは入り口としては800万から1200万までとなりますが、今後さらなるアップサイドが見込めます。採用ターゲットはポジションによって異なるものの、共通点としては電力、蓄電池、EV 充電ビジネス、太陽光発電などモビリティやエネルギー領域での業界経験、または製造業やエンジニアリング業界の経験者、特に大手の企業出身者が求められています。また多くのポジションではビジネスレベルの英語力が求められます。こういった点でして、この分野のですね、トップタレントを厳選して採用されています。すでに海外企業からの引き合いも多数あると聞いており、日本を代表する脱炭素領域のスタートアップの一社になるのではないかと期待されます。採用ハードルは決して低いわけではありませんけれども、我こそはという方はですね、ぜひ概要欄の問い合わせフォームよりお問い合わせいただけますと幸いです。チャンネル登録やグッドボタン大変励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。